アナ、カップヌードルの店寄らせてくんねえか。俺もカップヌードル好きだけどさ、グラディオがハマってんのなんか意外。簡単に作れて気軽に食えて、しかもうまい。初めて食った時は衝撃だったぜ。ああ、普段いいもの食べてるから逆に新鮮だった感じね。いらっしゃい。カップヌードルはいかがですか？ありがとうございました。またどうぞ。行くぞ。負けられねえ戦いだ。ほら、やってやるか。鮮なうちに食っちまおうぜ。あとは作って食うだけだ。シルベに行こうぜ。疲れた。実際食ってみて改めて実感したぜ。カップヌードルはすげえよ。ああ、もうすでに完成されていたな。肉、卵、エビ、3つが調和しねえと、どれか1つが飛び出たってダメだ。俺、次からもっと美味しくカップヌードルを食べられる気がする。だな、俺も。